沼津でハラランドっていう、あのヌマンズの原いい日がやってるライブがあって、その打ち上げがあったんですよ。でそれメンバーが、ミキ、バンビーノ、さやか、アイロンヘッド、座席がこう、ここにバンビーノ石山で、ここに根立てで、ここに僕いて、でここにまあさやか、こっちが新山くんかな、でここにアイロンヘッドね、アイロンヘッドで、まあみんなわらわらとこう座ってて、でここにあの沼津の支配人の店さん、こう打ち上げしてたんですよ。そしたらあのアイロンヘッドの辻がここになんかね、その飲み屋にここにでっかい剥製があって、これ何の剥製だと思いますっていうのになって、鹿だろ、めちゃくちゃなんか立派な、違うんですよこれ、あの日本カモシカなんですよ。じゃあ根立てがこれ見に行ったんですよ。で戻ってくる時にここからプーってなったんですよ、ここら辺から。で多分石山なんですよ。でもみんなあのこの2人どっちかがおならしたってこうみんなが言い出して、どっちがおならしたんすか、まあ、どっちでもいいじゃないですか、でも石山は絶対俺じゃないって言って、で根建も俺じゃないって、でこの辺からちょっと熱くなってたんですよ。なんか本当に俺屁こいてないのに、これは本当に俺じゃないんですよ、だって俺じゃないから俺が俺じゃないって、もう俺じゃないって分かってるから石山なんですよ。でも今のところでも屁なんか濃くじゃないですかみんな、でそんな話はもうここ一瞬で終わったんですよ。でも根立てがここでちょっと熱くなってちょっとふつふつしてるから、話次行ってんのに石山にずっと、あのさ別にさ屁したとかさ言うの恥ずかしいとかなくないってずっと、石山が認めないからずっと言ってんすよ。おい石山お前だろっつって、でみんなちょっとザワザワしだして、俺じゃねえって、あれ根立て熱くなってんなってなったんですよ、でまた話が進んで、こっから20分ぐらい経った時に、またこっからプーって音したんですよ。もう本当に言ってください、根立さんと石山さんどっちなんですかってなって、でも石山は絶対俺じゃないでしょ、これも石山っす、俺じゃないから。でも石山は、でも僕今こういう話してて、この話中におならするわけないじゃないですかとか、ちゃんとなんかこう理論立てて喋るんですよ。でもこいつは、この根立という男は俺じゃないからお前だっていう理屈しかないいやいや、だってもうこれ俺じゃなかったらもう石山じゃないですか、だってこの段階で、だって俺じゃないんだもん2発とも。でこれが2発です、2発部屋あって、したら今度こっから屁の音したんですよ。でこれ誰だっつって、まさかのこっち本当に、したらもうこの辺が、いやでもクーラーがここにあるから匂いとかも全部こっちに来てる可能性があるなって、最初犯人ここで探してたんですけど、ここまでそんなわけないよここまで容疑者になり、もうこのクーラーでこっち来てるとか、日本カモシカの可能性もあるとか、みんな大喜利してたんですよ。でも根立はこの感じで、いやこっちなわけなくないって、もう熱くなっちゃってるから、違う絶対違うから、いやいや熱くなってるから、みんなミニコントで根立てだって言ってんのに、もう熱くなりすぎちゃって俺なわけない3発目だって。でもう理屈はもうここまで来ても俺じゃないから俺じゃないっていう理屈しか持ってこないんですよ、そりゃそう。でここで1回また3発目のおならの件も終わって話進んでるんですけど、根立てが熱くなりすぎて、俺今から屁こくわ、って見たのでどういうことですかってなって、屁をだ、俺が実際こいて、そうそう、匂いとかね、前3つと比べてくれって、匂いってまあ大体一緒じゃないですか、出ないんですよすぐ、やっぱ人に見られて緊張するのもあっていややべ、いや本当したいんだけど出ないって、出ないんだよ本当、出ないんだよ、出ないっすよなかなか。もうなんか一番先輩がこうまた開いて、おなら出ないっていう、ただ出ないっていうだけでもうここ10分ぐらいずっとやってて、そりゃそうですよね、もう3回おならしてるんですからっていうよりしてないんだよ、だからよりおならかとしたらもう、いや蓄積されてたのしてないから、その日で5分ぐらい経っておなら出たんですよ。出ました、ブーつって、なーつって、なーって言うんですけど、でもそのおならしたからって前3発自分じゃないって理屈に何にもなってないじゃないですか、あのいやでも匂いとか、匂いとかね、匂いとか含めて、まあ音とかなんか勢いとか、そのひっくるめて俺じゃないって証明したかったのよ。じゃあおなら1から4まであったわけですよ、1発目から4発目、誰だったかもうみんなで決めましょう、まあ4発目は俺だなって言うわけですよ、だからまあしてるんですよ、俺だなって言うわけですよ、俺ですよ4発目は、自分でしてるから、俺がしたんだ、でもまあミニコント中なんでみんな、
いや4発目は根建さんじゃないです。いや俺だよ4発目。4発目は絶対根建さんじゃないです。いや俺なんだよ。日本カモシカか石山です。なんで日本カモシカ入ってんの。日本カモシカ入るって意味わかんないもん。でなんかそのこの4発目は俺だってみたいなやり取りで、うん、もうこの最初におならしてこの4発目のおならのこの話になるまで1時間半経ってんですよ。ずっとおならの話だけで打ち上げが済んだんです。本当はライブの話したかったんですけど、うん、で、あのここの回も終わってしまって時間で、じゃあ車で移動するっつって半々で沼津泊まりだったんで、あのホテルに移動するときに各々の車の中で話し合ったんですよ、みんなで、うん、で結論が出たんですよ。一発目三発目が根建てで、二発目四発目が店さんっていうこの試合の結果になって、これ一番意味分かんない店さんっていうのが。でもなんかそれがすごい面白かったんですよ、なんか車の中で店さんっていうのが一番意味分かんないんだよ、みんな言ってたけど。で、あのホテル着いても根建てが、いや4発目だけ俺なんだけどなってまだ言ってんだと思って、めちゃくちゃ熱くなってたなっていう。いや4発目だけ俺だもん。だからあの見せたかったさ、あの4発目のおならの体勢に入ってからのあの10分。